ちの今度スピットコンロにしない？さっきよりハードルの低いおねだりをします。スピットコンロのグリルは両面焼き、一応練ってから今5分経過、そうですね2月8日土曜日乗る係ということで、ね、乗る係でよろしくお願いします。単発式の日程が決まってこうチケットがこういう風に売り出されるのはやっぱりご自分としてはどうですか？やっぱりこれで一区切りかなという、もう最後の花道に近づいていってますよね。班長、ね、はい、あのこの写真も撮って、はい、あの僕も置くだけ少し置いちゃうから、はい、置く前に練って置いとくからさ、ね、とりあえずエストニアの方に取りたい、これさあの容器で練ってるからこれもあの置いちゃうから、はい、日本とエストニア、ロッチみたいな場所で、はい、それでちょっと、まあ、40人、50人ぐらい泊まれるのかなと思って、はい、と、まあ、パーティー会場があって、それでちょっと今、待って、はい、あの、やってます。どっちもね、そうですか、すごいです。確かに、エストニアは世界遺産ありますよね、ありますよね。リボートの単語は結構ぴったり出たってことなんだな。そうですね、うん、サーフボードを作るのとはまた違うもんね。そうですね、型の作りなんて作り方なんて、まあ、もともと塗装をやったんですよね。結局、人手が足んねえから手伝えよみたいな話で、完全に余分だったら、教えてくれればそれ取っちゃいますね。